次はユーティリティの練習をします。ちょっとユーティリティってアイアンの顔に似てるんですけど、ちょっとドヨーンってしてて、すごく一番捕まりのいいクラブなんですよ。要注意だし、まあ、うまく使えば右にしか行かない方はユーティリティとかを使うとすごくいいドローが打てるので、自分でこうハンドダウンに構えちゃう、こうやって構えちゃうともうこっちにしか飛ばないので、それだけ要注意かなっていうふうに思います。左しか行かないっていう人はこれをちょっとハンドアップ気味に構えてあげるといい球出ると思います。ユーティリティで出玉が左に飛びやすい方はいつもよりハンドアップに構えて打ってみましょう。